はい、今回の動画は Excel でショートカットキーを使って離れた位置のセル範囲を同時に選択する方法をご紹介します。で、この離れた位置のセル範囲の選択なんですけども、マウスの操作でやる場合は、例えばじゃあこの A 列と F 列を選択したいということであれば、 A 列をマウスのドラッグで選択をして、コントロールキーを押しながらの F 列をこうまたドラッグで選択をするというやり方になります。もちろんこのやり方でもいいんですけども、ここもですね、ショートカットキーを使って離れた位置のセル範囲を選択することができます。それでは早速そのやり方なんですけども、同じく、じゃあこの A 列と F 列を同時にショートカットキーを使って選択してみたいと思いますんで、この A の位置のセルを選択をしておいて、これは前回の動画で解説したコントロールシフトを押しながら下矢印キーを押すと、この A 列のところが選択された状態になります。で、この状態でキーボードのシフトキーを押しながら F8 のキーを押してください。この状態で離れた位置のセル範囲を選択できる状態になってますんで、ここで矢印キーを使って F 列に移動します。で、次に F 列の選択になりますんで、先ほどと一緒でコントロールシフト下矢印キーを押します。はい、そうするとこういった形で A 列と F 列を同時に選択することができましたということですね。はい。といったことで今回ご紹介したショートカットキーですけども、これも前回の動画同様ですね、1ページ、まあ、パソコンのこの画面で見てるこのページのところに収まりきらないような大きい表を選択をしたいといった時に使うと便利だと思いますんで、ぜひ覚えてもらえればと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。